こんにちは、アマゾンサポーター堀秀夫です。ディズニーランド予約で実感した、やっぱりオーストラリアアマゾンは稼ぎやすい。景気が悪く物価の安い日本で仕入れて、景気が良いオーストラリアに輸出すれば儲かる商品はいくらでもあります。自信を持って商品探しをしてください。日本のディズニーランドが再開しました。新型コロナウイルス対策で入場者数 50% に制限しての再開です。今ディズニーランドに行けばガラガラの状態で楽しめるわけです。そんなわけでディズニーランドオンライン予約購入サイトチケットね、予約しようとしても予約サイトが表示されず予約ができない状況です。表示されると売り切れの表示がされます。しかしオフィシャルホテルの入場チケット付きプランは予約可能です。高額になるホテル宿泊プランは日本人には高すぎて購入者が少なくて購入し放題。オーストラリアにディズニーランドはありませんが、仮にオーストラリアで同じ状況ならホテルプランも早々に売り切れることでしょう。過去に日本でバブルという時代がありました。しかし過去の話、これから稼ぐなら景気の良いオーストラリアに輸出するのが一番のおすすめです。このようにディズニーランドホテル、ね、パスポート購入可能なチケット、パスポートが購入可能なプラン、ね、例えば8月5日だと1泊6万7798円、これにチケット購入代がかかります。ディズニーシーのミラコスタだと7万390円プラスチケット代。シェラトングランデベイ東京ホテルだと5万7348円。まあ、こちらはチケット付きのプラン。これなんかね、手頃じゃないかなと思うんですけど、まあ、それでも売れてない、余ってるという状態です。まあ、こうやっぱね、景気が良くて財布の緩んでる場所で商売した方が稼ぎやすいんでね、これを見るとやっぱりね、日本で稼いで、せどりだなんだ、一部の人しか稼げないのは当たり前かなという感じです。まあ、日本で売ってる商品、ね、オーストラリアでいくらで売れてるかなと。探せばね、3倍以上で売れる商品なんて本当ゴロゴロありますんでね、自信を持ってそういう商品あると。なぜなら日本は景気悪くて物価安い、オーストラリアは景気が良くて物価高いというのが分かればね、自信を持って探せます。そうすればますます商品見つかりやすいんでね、やっぱりオーストラリア稼ぎやすいなというのがね、非常に実感できました。また、ね、ディズニーに限らず、まあ、オーストラリアね、景気良いという材料ありましたらまたご紹介してきますけど、まあ、とりあえず今ねディズニーランドガラガラなのに、予約取れるのに行かない人多いという状況なんでね、まあ、そこまでやっぱ日本景気悪いんだなというのが実感できました。またご意見ご質問お待ちしてます。アマゾン輸出サポーター堀秀夫でした。